こんにちは、ボヤーチャンネルです。今回、タワーレコードさんで新しい CD を購入したので、ご紹介したいと思います。はい、今回ご紹介するのは、シャンティの岸田さんです。シャンティは、デビュー5年目になるんですね。はい、まだ5年という気もしないでもないですが、一応記念アルバムということになるんでしょうか。前作の、シャンティララファイは、ナチュラルボイスで、夜寝るときにぴったりという感じのアルバムだったんですが、今回の、岸田さんは、すごいバンドサウンドで、明るい曲ばっかりだそうなので、この夏、ぴったりのアルバムになっているそうです。はい、で今回の、アルバムは、お父様の、ご大悟の、トミー・スナイダーさんデュエットされているそうで、これですね、シンディ・ローパーのタイムアフタータイムで、親子デュエットされているそうです。他にも、アイズレイ・ブラザーズのカバーであったり、1曲目と2曲目が、シャンティオリジナルの曲になっているそうです。で私、シャンティのオリジナルの曲すごい好きなので、今回入れてくれたのはすごい嬉しいなと思ってます。 CD 購入してから、気づいたんですけど、今回もハイレゾ版がリリースされました。96kHz 24bit、でハイレゾ版がリリースされています。でまあライナーノートとか、読みたいからいいんですけど、やっぱりハイレゾ版買えばよかったかなってちょっぴり思ってます。はい、まあおそらく結局といいますかハイレゾ版買ってしまうと思います。はい、でもいいです、シャンティ好きなんで。はい、というわけで、本日ご紹介したのは、シャンティの岸田さんでした。こちら、日本コロンビアさんから、リリースされています。すごいバンドサウンドで、明るい曲ばっかりの、この夏ぴったりの一枚になってるそうなので、この夏も一枚に加えていただけたらと、思います。というわけで、本日の購入版でした。